はいどうも、バーチャル YouTuber の片岡平介です。というわけでね、今日もガチャ引いていきましょう。おい、てめえ誰だ。私の名は名乗るもんではない。ただ一つだけ言えることがある。それはお前と同じスタンド使いというところだ。スタンド使い、もしかしてこの力のことか。いかにも。世の中にはこんな言葉がある。スタンド使いはスタンド使いに惹かれ合う。スタンド使いになった時点で数奇な運命からは逃れることはできない。だが同じスタンド使い同士、大きな障壁になる時が。だから私はこうして一人一人潰してやっているんだ。力で勝負ってんなら浅はかだぜ。俺のスタンド、どうやら力だけは十分なようだ。おやおやおや、そんな私は荒っぽいことは嫌いだ。私の戦い方は常にフェアでね。身体能力やそういったものを決して加味しない。私が使うのは運だ。君がラッキーかアンラッキーかどうか、それで戦うんだ。まさに公平そのものだ。さあ、ルールはこうだ。 SSR を引いたら勝ち、引かなければ負け。至極真っ当なルールではないか。ああ、分かった。俺はそのルール乗ったぜ。てめえを間違いなくぶちのめすためな。いいのか？これで俺がルーレットでガチャピンを引いてもよ。 SSR は確定になる。その時点でお前の負けだぜ。運とは常に公平だ。それを受け入れよう、片岡平介。俺は心の底から今ガチャを引く楽しみに浮かれているぜ。うるる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 る。ヘスケ、待たせすぎじゃないか。この時を狙っていたんでな。さすがにサンパーじゃよ。心もとないにもほどがある。というわけで、ガチャ引いていくぜ。20連 SSR 当てたら俺の勝ちだからな。オラオラだからな。分かってるよ。君の分じゃどうなるかね。やかましい、すっこんでろ。俺が引く。色となきな。お前はもう負けだ。残りのあと10連待っとけよ。やめてくれ。どうした？俺が SSR 当てた途端に弱気になってるさ。なぜ SSR？ 誰だ？ファラ。かわいい。次。誰が？エウロペ。かわいい。知ってる。これで俺の勝ちだな。オラオラはどん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 強くなっていくぜ。いいのか？やめてくれ。これで終わりだ。追加のネジだ。オラオラをとことん叩き込んでやるぜ。スキップ。デュアルヘリックス、すなわちロザミア。
やれやれ。俺の勝ちだ。もう一度たっぷり言わせてもらおう。俺の勝ちだ。やめてくれ。きつ思いに一発だけで俺を殴ってくれ。そんなもんで俺の気が済むと思うか。もしかしてオラオラですか。イエス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 。哀れだな。ぶちかますぜ。おるる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 る